こんにちは、ワンディ&ユーポンです。今日は皆さんにお話があります。多分ね、もう中にもチャンネル登録とか、まあ、してる子とかもいると思うんですけど、そのユーポンの概要欄って見たことありますか？この本チャンネルの概要欄、概要欄に実は載ってるんですよ。何年も載せてます。で、何年もそのアカウントがあります。あれ何歳だ、小学3年生4年生ぐらいからのアカウントがあります。まさかチャンネル登録してるわよねということで、ね、まあ多分知らない子ももう全然いると思うので、今チャンネル登録やっとね8000人いきました。で、今日ね話したいことが、そのユーポのサブチャンネルのことのお話です。まあね、妖怪煙とねるねるねるねの動画で終わってたんですけど、だから今日からね、もう動画上がってます。実はもう上がってます。今日の動画が19時から同じですね。ぜひ見てください。最後まで聞いてね。で、まあ今日から始めます。で、まあ名前、チャンネル名ですね。チャンネル名、前まではユーポンサブチャンネルみたいな名前だったんですけど、名前を変えてユーポンの休み時間という名前にしました。まあね、もう名前の通り、本当に、この動画の本チャンネルでは見れないユーポンだったり、あとね、ママポンの声も聞けちゃうので、ぜひ。まあね、ほんとレアなこととかもたくさんあるし、あとはまあポテだったり、あとユーポンのお昼ご飯とか、まあユーポンのまあルーティンみたいな感じも多分あると思います。もう本当にオフな感じの、ゆるい動画ですので、ぜひ見てみてください。まあ本チャンネルはしないこと、まあなんか、他にもなんかやると思うけど、まだ本当にこの動画の中では見れないユーポンとかモアポンとかポテとか見れるので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。で、まだ検索するのめんどくさいよっていう方は、ぜひね概要欄に URL 載っているので、そこからねぜひ飛んでったり、あとはまあ名前を検索してユーポンの休み時間で調べたら多分出ると思うので、そこからぜひもうチャンネル登録と高評価と動画をぜひ見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。あとは本チャンネルのね、チャンネル登録をしていない方、ぜひよろしくお願いします。まあ、ポテの可愛らしいところとか、あとはまあ餌あげとか、今日の動画あれですね。お部屋のお掃除ですね。はい、ぜひ見てください。まあね、短いですが、今日はサブチャンネルのお話ということで、まあね、これからね、ユーポのサブチャンネルの方も、この本チャンネルの方もね、見ていただけたら嬉しいです。ではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、LINELIVE、TikTok の方もフォローやろっぽんです。では、おつぽん。